ドリュー・エドワード・バーヘーゲンは、アメリカ合衆国テキサス州、ロックウォール軍、ロイズシティ出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。NPB の北海道日本ハムファイターズ所属。愛称は、バーギー。オランダ系アメリカ人。2012年の MLB ドラフト4巡目で、デトロイト・タイガースから指名されて入団した。2巡目で、タイガースから指名されて入団したジェイク・トンプソンは、 高校の後輩であった。契約後、参加のルーキー級、ガルフコーストリーグタイガースでプロデビューし、2試合に登板した。その後、A 級レイクランドフライングタイガースへ昇格。8試合に登板して0勝3敗、防御率3.67、17奪三振を記録した。2013年はまず A 級レイクランドでプレーし、12試合に登板して5勝3敗。 防御率2.81、35奪三振を記録した。6月に AA 級エリーシーウルブズへ昇格。12試合に先発登板して2勝5敗、防御率3.00、40奪三振を記録した。2014年はトリプル A 級トレドマッドヘンズで開幕を迎え、19試合に先発登板。6勝7敗、防御率3.67。 63奪三振を記録した。7月19日にタイガースとメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。同日のクリーブランド・インディアンス戦で先発起用されメジャーデビュー。5回を投げ5安打3失点3死球でメジャー初黒星を起死した。7月20日にトリプル A 級トレードへ降格した。この年メジャーではこの1試合に投げただけだった。 2015年はリリーフに転向し、20試合に投げて防御率2.05、無敗で2勝を挙げ、好調だった。しかし、吉久の方が脱三振により多く、請求力に課題を残した。2016年は19試合にリリーフ登板したが、前年とは打って変わって防御率7.11、1勝0敗、ホイップ1.84と打ち込まれた。 2017年は24試合に登板して0勝3敗、5ホールド、防御率5.77、25奪三振を記録した。2018年4月23日にリーフとなり、27日にマイナー契約でトリプル A 級トレードへ配属された。6月4日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。 41試合に登板して3勝3敗3ホールド、防御率4.6353奪三振を記録した。2019年5月5日に再びリーフとなり、11日にマイナー契約でトリプル A 級トレードへ配属された。7月25日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。2019年11月26日に、 北海道日本ハムファイターズと推定年俸1億1000万円、出来高払いの単年契約で入団に合意した。2020年、来日1年目となった、このシーズンは開幕から安定した投球で、先発陣の一角を担った。18試合に登板して8勝6敗1関東、防御率3.22と高成績を残し、11月16日に、 推定年俸1億3000万円で気高払いの単年契約での契約延長が発表された。公式戦中の自己最速は2016年の98.16マイルパーアワー。メジャー通算のギガバイトパーセントが53.9%とリーグ平均の43.4%と比べて10.5%高い。ありがとうございます。